第1試合先攻青コーナーガッティ高校、赤コーナーチコカリート。ここにもセコンドシステムをうまく使っておりますいろんな人がセコンドに出てきますね。2回戦第1試合先攻が青コーナーガッティ高校、赤コーナーチコカリート。どんなビートでいくのか聞かせてくれ DJ ムケッチョ。8小節2本です。それでは行きましょう。先攻青コーナーガッティ高校、赤コーナーチコカリート。 DJ ムケッチョレディーファイ。そもそもセコンド連れてくんじゃねえよ、こっちとら一本裸一貫で挑みに来たぞ。えいよ、あんなキャラクターいらねえだろ、自分のスキルで来いよ。試しに来たぜ、おめえその前に沖縄を取れねえで地元もできねえリベンジ。ふざけんな、沖縄の暑さ昨日の40度の熱よりはまだマシだわ。セコンドのシステムは UAV にちゃんとあるから、それ使ったまね、分かってないのはお前だぜ。分かってねえな、先輩の背中を見て背中を押されてその背中越えていくんだよ。そして背中預けられる前面だ、バカにすんな。土俵が違うだろ、あれは鎖だ、こっちは UMB マジでなめんな。 Yo, レペゼン、何回出てもこの場所に立って今年は一番を取るぜ。やべえ景色を見るために掴んだマイクフォン、裸一貫誰にも負けらんねえ。しこまだまだ来年挑みながっていな、今年は勝てない。まだまだ来年、俺は目の前のチャンス絶対逃さねえ、それ証明してるだけ。その先壁は高えぜガッティ。1位になりたい、それお互い様様々、また町から町リベンジ代表、ちゃんとそれも背中にしょって背中押されてんだよ。それでは判定お願いします。先攻青コーナーガッティ、高校赤コーナーチコカリート、延長もう一人じゃ無理だろこれ変わりまして、先攻が青コーナーチコカリート、高校が赤コーナーガッティ、このラウンドの延長ビートは DJ レブラ AKA ヨーク。それでは延長ビート聞かせてください。いきましょう。2回戦第1試合延長です。先攻が青コーナーチコガリート、高校赤コーナーガッティ。 DJ レブラレディーファイ。絶対スー君さんの話してくると思った、あんた俺の想定の範囲内、それ超えてこれないと意味がないぜ。だから打ち込めをパンチライン、スー君さんはシージャー先輩。これ沖縄の方言、若いみキャンナイキッキーチコカリフロムクラガリオーケー超えるぜ茨城ミトよりもチコダルオ。範囲内、範囲内なのに延長になってる時点で範囲内になってない、わかってる。パンチラインとかそんな安売りな言葉俺は全く聞きたがない。レアレペゼン茨城沖縄どこだろうが構わずに、今夜はマイクを掴んで好きなだけ歌おうぜチコ。今夜はいい夜になりそうだよ、 you know。 今夜はいい夜になりそうだ、 It's party 当たり前だぜ、今さら言われなくてもわかってるぜ。今日はアゲハーマイク持って I get high YOボディタッチも俺は不問にするから、セコンドの話はもうなし、もんなし、でもマイク一本で関連掴むぜ俺俺。最後勢いでごまかしていまいち何言ってっか伝わらない、地元のフリースタイルやれ、相手がいるんだから目を見て伝わるようにやんねえと、これは意味が全くなくなるぜ。俺は相手がいるからこそできることをやりて、たったそれだけでここに来たぜ。何度挑んだかわからねえ UMB、 いいビューシーの身を飾りに来たぜ。終了。どちらか一方必ずその声を聞かせてください。判定いきます。先攻青コーナーチコカリート、高校赤コーナーガッティ。まずは青チコカリート、陪審レディージャッジ。延長
今大会初の三度の延長です。先行が行なガッティココガカコナチコカリート、延長の延長ビートも DJ よく聞かせてくれ。やばい、いいですね、行きましょう。先行が青コーナーガッティ、ここが赤コーナーチコカリート、 DJ よくレディーファイ。ここまで来たらどっちが勝ってもヤバい、バトルはできてるから。ビートがちょっと乗りづらい、苦手なのを用意したあの人を恨みたい。だがこっからまだ見せれる、熱いことばかりじゃなくふざけられる。ちゃんと見せるためにここでマイクを持つ、任しとけ絶好調。あれさっきのバトルで目の前がいないと、バトルじゃないって言ったのにそこら辺どう、そこら辺どう、返答線を返答線を繋いで延長線もセッションイエイヨフロム沖縄、ほら音に乗る、調子に乗るんじゃないぜビートに乗る。あここがチコカリート、その真似も何もかも俺は全て受け繋げ、この場所でやりたいようにやる、ただこれだけのこと。ワンバス目はあえて捨てた、スバス目はこの乗り方で見せてくれ、ただそれだけだ。下手くそじゃないラップもできるんだ、だが俺は熱量に全て込めるわ。ラッパーがラップ下手くそじゃないのは当たり前、二十歳前から握ったマイクで3年目ステージ目の前にはダッティ声の準備ならいいか、 GB との上に乗る俺はメディアに踊らされるんじゃない、この通りビートで踊るんだ。終了、それでは判定お願いします。先攻青コーナーガッティ、後攻赤コーナーチコカリート、まずは赤チコカリート、陪審レディージャッジ、赤勝者チコカリート。素晴らしい試合でした、茨城代表ガッティにも大きな拍手。はい、ね、早かったです ね、 ね、はい、いやどうだった今年は、延長3回3回もやったんです、うん、3回3回延長したよ、楽しかったですよ、でも楽しかった、いいバトルできる相手だなって、うん、もうすぐ分かった、チコ軽いとかっこいいですね、あの子は、うん、言うこと全部言い返してくるもんな、そうですね、バッチリ返されちゃったっていうのと、まあ負けた試合は、いやっていうか最後の延長のビートちゃんいいとっすね、うん、もうちょい今苦手そうやと思うな、苦手でしたね、相手がなんかあのうまく乗れちゃって、そうっすね、うん、まあそこも技っすよね、そうやな、はい、まあそこは言い訳できんからな、はい、うん、そうやな、まあでもバトルに音源も頑張ってるからさ、そうっすね、もうそんな特に聞くことないんやけど、はい、うん、なんか告知とかあったら、ちょうどまあ1年前に、うん、コエンガッティ&コエンマっていう俺のビートメーカーと、2016にも発売されてるから去年一昨年になっちゃう、ああそうっすね、うん、そうか14年の年末に出したアルバムがあるのと、ね、うん、あと今年のあれね、来年から16か、うん、16の夏ぐらいまでにはまたセカンドが出せそうなんで、うん、なるほど、はい、それをチェックしてくれたら OK、 チェックさせていただきます。バトルの方は、バトルの方は、はい、まあもう最後って去年で実は決めてて、準優勝で味しめていけるかなと思って今年出たんで、うん、バトルはもういいから若い子らに任せようかなって思います。なるほど、でも若い子らの見てたらまたこう、まあそれが感化されたらまた出ますけど、そうやな、みんな期待してると思うよ、でもそうですね、うん、まあ隙あらばって感じ、隙あらば、はい、なるほど、はい、じゃあ音源制作に隙あらばバトル、 そ、ね、そして、はい、お父さんと、お父さん、ね、頑張ってパパラッパ、そうそうパパラッパ大変やからな、大変っすね、うん、頑張っていこうみんなで、はい、今日はありがとう、ありがとうございます、じゃあまた付き合えば、了解です、うん、期待してるんでよろしく。